どうして勇者様はそんなに弱いのですか？さあ、やっていきますか。続きから。第一章をクリアしたところからですね。はい。ということで、第二章から。おはよう。さあ、魔王城に行こう。そのなんかピクニック行こうみたいな言い方で言うなよ。もしかしたら今日、私たちは魔王を倒して、伝説のパーティーになれるかも。そうなれるように頑張ろうね。ああ。でもまずは魔王のところまで無事にたどり着くのが先決だ。確かに、昨日魔王のところに行く途中で大変なことがあっただろ。まあ、頭痛になんか悩まされたりとか、なんか魔物がめっちゃいる部屋に入ったりとかしましたよね。大変なこと？あ、魔物がぎゅうぎゅうに詰まって先に進めなかったよね。あのフロアの攻略法を知っている人がいればいいんだけど。そうだな。聞き込みをしてみよう。てか今までのさ、その勇者たちの間で魔王のところにたどり着いたやついるのかな？すみません。魔王城の1階について聞きたいんですけど。風切りの勇者。なるほど。魔王城の1階の話か。さてはそなたたち、風よりも早いと謳われた私の武勇伝を聞きたいのだな。いえ、攻略法だけでいいんですけど。聞くな、そこはなんか立ててやれ。風よりも早く話を流しただと。まあいい。私の武勇伝を聞きたくなったらまた今度、訪ねてくるという。機会がありましたら。話を戻そう。魔王城1階の話だったな。あの部屋に入った瞬間、私は風よりも早く魔物たちの中心を駆け抜けたのだ。目にも止まらぬ私の超スピードに、魔物たちは全く反応できていなかったよ。風よりも早く駆け抜ける。これが攻略法さ。風よりも早くって、私たちそんなに早く走れないし。他に何か気づいたこととかないですか？そういえば、一体だけ私の速さに反応している魔物がいたな。あまりに弱そうだったので、見逃してやったがな。へえ、どんな魔物だろう。弱そうなのに超スピードに反応した？何か引っかかるね。うん。言われてみれば不自然だな。他の魔物は全く反応せずに、その一体だけが私の動きを目で追っていたからな。どうしてその一体だけ？風切りの勇者様、よかったら俺たちと一緒に来てくれませんか？風よりも早く駆け抜けてくれれば、その一体が動くところを見られるかもしれませんから。またこいつもあれかな？そうだよね。技を忘れちゃってんだよね。昔のようには走れない。頭の中から何かがすっぽり抜け落ちたような感覚で満足に戦えないのだ。やっぱりか。お、次。怠慢の勇者。絶対に1対1じゃなきゃ戦ってくれないのかな。お、なんだてめえら。俺の顔になんかついてるか？文句があるならいつでも言えよ。怠慢で勝負してやるぜ。怠慢でな。あ？一回のことは聞けだと？クソが。嫌なこと思い出させんじゃねえよ。嫌なこと？ああ。一回では死ぬほど苦労したんだ。俺は怠慢で、確かに、怠慢でしか戦わねえ。敵が何体いようが、とにかくひたすら怠慢だ。戦ってる間に気が遠くなってきて、無我夢中で突破したんだよ。何しろあの一回には、魔物が一万体もいたから。超時間かかる。一万？そんなにはいなかったと思うんですけど。ああ？俺が嘘ついてるってのか？絶対に一万体はいたね。あのクソ魔物。倒しても倒しても次から次へと出てきやがって。気づけば怠慢一万回だ。さすがにきつかったぜ。それはすごいな。なんだろこいつ、なんか、物語を膨らまして武勇伝にしてんじゃないだろうな。でも、
あの魔王城の中に1万体も魔物は入るかな。確かに。嘘じゃねえぞ。俺は間違いなくあの回で1万回怠慢したからな。確かに。今思えば一体一体はスカスカの手応えで、薪でも倒せそうだったが。それが1万回も続いたらさすがに体力が持たねえよ。一階にいる魔物は、一体だけって聞いてたのによ。あの野郎覚えとけよ。あー、なるほどな。やっぱその反応した一体だけが実体で、あとはなんか、作り物か幻想みたいなやつなのかな。あの野郎。ああ、盲目の勇者の野郎。俺に嘘を教えやがった。やつのところに行っても無駄だぞ。気難しいやつだから。普通に話しかけても反応しねえ。仲のいい勇者が魔境のどこかにいるはずだ。詳しいことはそいつに聞いてくれ。盲目の勇者をよく知る仲のいい勇者。わかりました。探してみます。悪いな、俺も何かしてやりてえのは山々なんだが、わけのわからねえ無力感が頭の中を支配しやがってよ。今は気合が入らねえんだ。気合が入らない。たし、なんか光ってますね。雷の勇者。やあ、君たち。光り輝くこの俺は、いつでも明るく、ほがらかだ。持ち前の明るさで、どんな奴の心でも開いてしまう。この俺に何か用かい？盲目の勇者について。盲目の勇者って知ってますか？おお、盲目の勇者。俺のベストフレンドだ。物理的にも光り輝く俺と長時間一緒にいられるのは、目の見えないやつ、あいつだけだから、そういうことか。なるほど。あいつはシャイだからな。俺と違って目立ちたくないのか、洞窟の中にいるぞ。気難しいやつだが、光り輝く俺が来たといえば、話を聞いてくれるだろう。それ、絶対言わなきゃダメなんですか？絶対言わなきゃダメだ。あいつは人が苦手だからな。その言葉で安心させてやってくれ。わかりました。俺たち、これから魔王を倒しに行くんですが、仲間になってもらうことは、非常に残念だが、それはできない。俺はもう、戦闘では光り輝けないんだ。戦闘ではね。また光り輝けるようになった時は、共に戦うことを約束しよう。変なやつ。まあ、じゃあ、とりあえず、もう合言葉知ったんで洞窟に行きますか。なんか人が増えてる。光り輝く俺が来た。光り輝く私が来ました。沈黙が怖い。もしかして、光り輝く俺が来たって一言一句正確に言わないとダメなのかな。それともやっぱり、雷の勇者さん本人じゃないと話してくれないのかな。我に何か用か。よかった、喋ってくれた。魔王城の1階についてお聞きしたいんですけど。あの場所か。1階にいる魔物は1体だけ。弱い魔物が1体だけのはずだ。1体だけ？部屋中を埋め尽くすくらいたくさんいましたよ。怠慢の勇者様なんて1万体と戦ったって。そんなはずはない。我の真実を見通す超必殺技。心眼の、なんだろう。で、奴を射抜いたのだ。真実を見通す超必殺技。もしかして。そっか、そういうことなのかも。どういうことだ？レイン君は、盲目の勇者さんの心眼の、なんだろう、急激？使える？ああ、使えるけど、あれは一体にダメージを与える超必殺技だからな。やっぱり。うん、きっとそれで大丈夫だよ。ん？魔王城の1階に向かおう。きっと大丈夫だから。盲目の勇者さん、私たちと一緒にもう一度魔王のところに行きませんか？我はもう超必殺技を放てない。足手まといになってしまう。我の思いは、主らに託す。魔王を打ち倒してくれ。
なるほどな。まあ、あの魔王というか、あの化け物は一体だけで、あとは幻想的なパティーンなのかな。あ、なんか落ちてる。魔王を撃つ唯一の方法は、勇者の放つ超必殺技。超必殺技でなければ魔王は倒せない。なるほど。でも今までの奴らみんな超必殺技持ってるもんね。やっぱり一体じゃない。部屋中に魔物がいるぞ。うん。そうだね。でも、私の考えが当たっていれば。危ない。え？やっぱり、この魔物たちは幻影だったんだよ。幻影？お！風切りの勇者さんの速さに反応できなかったわけじゃなくて、幻影だから反応しない。怠慢の勇者さんに倒されても幻影だから次々に出てくる。操ってるのはおそらく一体の魔物だから、あの人の超必殺技を使うの。いい？ああ、わかった。その超必殺技が当たるかどうかわかんなくない？あ、めっちゃ奥にいるんだ。しかも正面ちょうどいい正面にいたんだ。なんかかわいそうだな。弱い魔物って言ってたもん。盲目の勇者さんは真実を見通す寸断の力で幻影に騙されなかったんだね。これで次の回に進めるよ。使いどころを覚えた。すごいな。え、すごいのはエイン君だよ。魔物を倒したんだもん。いや、俺だけだったら幻影まで全部倒そうとしたかもしれない。超必殺技もありすぎてどうしていいのかわからないから、いろいろ考えてくれて助かるよ。あ、もしかして私も役に立ってる？もちろんだ。キュン。えへへ。ん？私たち二人の力を合わせれば魔王も倒せるかもしれないね。ああ、それじゃあ次に向かおう。二人の思い出が増えた。思い出がいつの間にか。一緒にいてくれてありがとう。役に立ってる。まあこんなもんか。ちょっとじゃあ一旦ここでセーブしていきますか。次は何かな。下がって。え？うわ！なに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 ？危なかったな。今のは？もしかして敵のトラップ？違う。敵の攻撃だ。嘘。全然見えなかった。気をつけないと。次の敵が強い。強いの？ああ、めっちゃ強そう。めっちゃ強そう。ちょっと同じところに。デネブ。おぉ。この富士のデネブの一撃をかわすとはな。富士って言ってる。そこの男、勇者とは思えぬ格好だが、なかなかやるではないか。勇者は俺じゃない。この人だ。まあ、この枯れ枝よりも弱そうな女が勇者だ。ははは、笑わせてくれる。初対面の二人は華麗だって言われた。おい、落ち込んでる場合じゃないぞ。ぐぬーとにかくあいつを倒す。君は下がっててくれ。うん、頑張ってエイン君。どの超必殺技を使おうか。思い出を確認する。魔王2階に行く。でも手がかりになりそうなものはないな。岩切り。大きな岩を一刀両断。この中では岩切りっぽいよね。
お、来たー。食らってる食らってる。これほどの技を持っているとは。でも富士なんだよね。死なないんだよね。うわ、バラバラになった。よし、このまま次のフロアへ行こう。だがしかーし、あ、危ない。待って、エインくん。え？え？何が起きたんだ？ち、女め、私の邪魔をしよって。お前、なんで生きてるんだ？最初に名乗ってたでしょ。勇者様、大丈夫か？うん、平気。かすり傷ぐらいだったのかな。それよりあいつ、無事のデネブって言ってたでしょ。多分普通の攻撃じゃ倒せないんだよ。その女の言う通りだ。私は富士。どんな攻撃を受けてもすぐに再生する体を持っている。なんだって？そんなのどうやって倒せば？なんだろう、また頭痛くなった？体が焼けるみたいに熱いよ。さっき私の攻撃を食らっただろう。私のこの手には時間をかけてゆっくりと命を奪う毒が仕込まれてる。すげえな、お前。とことん戦うために作られた感あるな。なんだと。時間が経てば経つほど苦痛は増していく。自ら命を絶ちたいと願うほどにな。そしてこの毒を治す薬はこれか。くれ。え、今この世からなくなった。なんという絶望のストーリーが。ちゃんとシナリオができてる。ああ、うぐ、熱い、痛いよ。くそ、まずは勇者様を安静にしないと。ここは一旦退却する。どうなるんだろう。誰か薬持ってんのかな。勇者様、どうして俺をかばって。エインくん、みんなを助けるのが勇者だ。人を守るのが勇者なんだよ。ちょっと相手が悪すぎたかも。もう喋るな。すぐ教会に連れて帰るから。ごめんね。二人の思い出が増えた。すぐ連れて帰るからちょっと死なないで。これは。うわ、怪力の勇者。ぐわ、こんな魔物に手こずるなんて。いじめられ始めてる。やめろー、冷たいのはやめてくれこの野郎、舐めてんじゃねえぞ。一応怠慢だね。めっちゃ風切りの勇者が。今の私には逃げることすらできないのか。めっちゃ襲われてる。そんな勇者さんたちが。昔あの魔物はそんなに強くない。ここまで来た勇者様たちなら簡単に倒せるはずだ。それなのにどうして。一体何が起きてるの？あれ、毒は大丈夫なの？さあ、じゃあ続けて次の章も行きますか。どうなってんだろう。助けなきゃ。でも早く毒の手当てをしないと。レイン君、困っている人を助けるのが勇者なんだよ。だから。お前も困ってる人やん。わかった、俺に任せて君は下がっていてくれ。うん。敵は遠距離にいる。どの必殺技を使えばいい？どれだっけ。
け、思い出確認しよう。遠距離攻撃はね、確かこれだった気がするんだよね。中距離、近距離だった。灼熱、近距離、遠距離、心眼の急激。心眼の急激ね。これで。よし。いいぞ。次。やっぱ遠距離っていいな。遠距離恋愛は嫌だけど、遠距離攻撃はいいな。楽で。OK？ あ、みんな来た。ああ。ああ、助かったぜ。くそ、ちくしょう。超必殺技を託した少年に助けてもらうことになるとは。なんて熱い展開だ。楽しそうやな、こいつ。あの、皆さんほどの腕利きの勇者が、どうしてあのくらいの魔物に苦戦していたんですか？みんな一気に。そりゃな。超必殺技が出せなくなってしまったのだ。私も彼らも、この辺りにいる勇者はみんな同じように。え？超必殺技が出せないって、どういうことですか？俺たちは超必殺技を魔王に忘れさせられたんだ。魔王の使う超必殺技には、記憶を操る力があるらしいぜ。そのせいで私たちは今まで修練してきた技も魔法も全て忘れてしまった。俺は一緒に旅したダチの顔すら全然思い出せねえ。忘れていることと覚えていることが人によって違う。どうやら記憶の残り方には個人差があるようだ。俺は自分の名前も思い出せねえ。そうだったんですか。ああ、君たちも気をつけてくれ。自分の使命や大切なもの、勇者であることすら忘れて、さまよいたくなかったら、な。はい。毒が。それより早く教会に戻ろう。誰か毒消し草とか持ってないですか？穏やかな音楽。エインくん、もう少し情報を集めようか。え？でも毒が。うん。だからだよ。私が動けるうちに、デネブを倒せる方法を探さないと。そういうことを考えるのは、私の役目だから。無茶だ。安静にしてなきゃ。解毒薬が、ないなら、安静にしてても、一緒だよ。私は最後の最後まで、勇者でいたい。エイン君の、仲間でいたい。わかった。でも、辛そうだったらすぐに連れて帰るからな。うん。ありがとう。頑張っちゃうの？やめた方がいいよ。勇者たちから情報を集める。シスターとかからはダメかな。わー、なんか今気がついたけどさ、もうついてくるこの、騎士じゃないや、勇者様がすごい辛そうな顔してるもん。やだなー。毒回ってます的な顔してるもん。誰かなんか、誰かいないかな？びっくりマークのついたやつ。あ、やばい、勝負挑まれちゃった。3回見つけられたら、教会が見える場所、それではドローン。まあ、いっか、せっかくだから、ちょっと一旦探してくるね。お！腹痛知らずの勇者。なんだって。お前たちデネブと戦うのか。はい。何かアドバイスってありますか？
アドバイスか。うん。私としたことが奴のことを思い出しただけでいた。胃が痛くなってきたぜ。あいつは強すぎる。歴戦の勇者たちですらなんとか戦闘を避けて通ろうとしたんだ。じゃあ、戦わないっていうのがアドバイスか。その通りだ。なるほど。なんか奴を壊した瞬間に逃げるとかそういう感じなのかな。お、植物マニア。あ、毒に効く薬草が欲しいのかい。はい、この最果ての魔境に毒に効く植物はありませんか。あるにはあるが、どんな薬にでも効く薬草というのはないんだよ。どんな毒を受けているのか、それがわからないと薬になる植物も探せないんだ。そうですか。他の人にも話を聞いてみよう。ごめんね、エインくん。どうしたんだ。私、役に立てなかったよ。あっ！勇者様、まずい。すぐに教会に連れて帰らないと。倒れちゃったよ。あら、エイン、お帰りなさい。シスター、力を貸してくれ。一体どうしたの？勇者様、なんて辛そうな。天に召します我らの神を今こそこの手に癒しの光を与えたまえ。すげえ、シスター。これ、最高難度の秘術魔法。あなた、何者なんですか？子供たちの成長を見守る、ただのシスターですよ。この魔法はいつの間にか覚えていたんです。でも、この魔法であっても、勇者様の体を蝕む猛毒は治せそうにありません。そんな、今シスターが使った回復魔法はすごく難しい、秘術なんだろ？それなのに、治せないのか。エイン、落ち着いて聞きなさい。この毒は普通じゃありません。勇者様は傷口から特殊な種子を体の中に埋め込まれています。この種子は回復魔法のパワーを養分にして体内で育っていき、やがて肉体を食いつぶし命を奪う凶悪な植物。めっちゃ怖いな、それ。なのでこのまま回復魔法を使い続ければ、勇者様は命を落とすでしょう。そんな、治す方法はないのか。確か、どこかにこの植物を枯らすことができる薬草があったはずです。でもそれを回復の薬として使えない理由があったような。すみません。肝心なところがどうしても思い出、ちょっとどうしたらいいんだろう。その薬草俺が探してくる。まあ、とりあえずそうだよね。何はともあれ探した方がいいよね。なるほど、厄介な毒をかけられたものだね。だが、君の話を聞いて、必要な薬草が絞り込めた。おお、大きな前進。猛毒草。猛毒？おいおい、猛毒ではないぞ。ただ、近い性質を持っているけどね。なんだろう。副作用的な？毒を治すことができるのだが、代わりに身動きが取れないほどお腹が痛くなる。毒は治るけどお腹が痛くなるか。その猛毒草ってどこにあるんですか？この辺なら近くに生えているはずだ。やった！ただ、笑い草や落ち込み草と間違いやすい形をしている。十分気をつけた方がいい。どんな草だよ。もし自信がなければ私のところに草を持ってきたまえ。何の草か見分けてあげよう。ありがてえ。どういうところに落ちてるんだろう。あ、こういう感じね。病気がち、風邪には慣れていますが、こんな痛みは初めてです。あの方に会うための、ため命散らすまいとこの草を口にしましたが、一瞬にして後悔するほどの激しい苦痛が、
みんなお腹を抱えて、押さえて苦しそうにしている。これか？てかみんななんでそんな毒にやられてんだ？急に。これで一旦見てもらうしかないのかな？こんなすぐ見つかるわけないよね、でも。あ！一発じゃん！命を落とすよりはマシだろう。お腹が痛くならないようになんとかなる方法があるのか？誰かいないかな。さあ、じゃあとりあえず渡します。なんかここに来る間にね、なんか笑い草みたいな黄色い草もゲットしちゃったんですけど、とりあえずこの緑色の草だよね。早く飲ませないと。そのまま飲ませるのは無理。私がちゃんとすりつぶしてから飲ませておいてあげますから。あ、そうそう、今飲み物を作ったの。お世話になった方がいたらお礼に渡してあげてくださいね。ストロベリージュース、バナナオール、メロンソーダ、めっちゃどれも美味しそう。ちょっと待って。あ、わかった。これを腹痛にならない勇者みたいな、あいつに飲ませたら、思い出すんじゃない？ほら。これはありがとう。ちょうど口が寂しくて飲み物を欲していたところだよ。さて何を渡そう？さっきカフェオーレみたいな言ってたから、バナナオーレ。バナナオーレ。思い出した！バナナオーレ！え？超必殺技だよ。バナナオーレで思い出した。バナナオーレだ。なるほど。そういえば昔教わった。もしかしたらこれでいけるかも？ちょっと一旦じゃあ戻ってもいいのかな？これで。バナナオーレ。それでも渡した後でシスターが作ってくれるから？待ってくれ。すぐに直す。あ、来た。ハラナオーレ。完璧じゃん、この流れ。痛く、ない。ほんとか？怪我も、腹の痛みも治ったのか。うん。もう平気みたい。体もすごく軽いよ。うん。よかった。ハラナオーレの使いどころを覚えた。心配してくれてありがとね、エインくん。ああ。それにしてもエインくん、剣術だけじゃなくて、誰かを治す超必殺技も使えたんだね。この子は本当にすごいんですよ。昔から剣であれ魔法であれ、一度見た技は忘れずに、練習して覚えてしまうんです。ものすごい才能。いや、俺のことはいいからさ。治ったばかりで辛いだろうけど、デネブを攻略する方法を探そう。あ、そうそう、それなんだけど、私、うめきながらずっと考えてたんだ。この薬草、使ってみようよ。なるほど、腹痛にさせるの？そういうパティーンか。じゃあちょっと一旦、お世話になった人たちにジュースを渡したいけど、あ、別になんか他に欲してる人いないのか、ジュース。あれ、盲目がいない。特に、いないね。じゃあ、一旦セーブして先進んでみるか。さて、もうここまでは余裕でいけちゃうんだよね。こっからかな。懲りずにまた来たのか。勇者だもの、引き下がるわけにはいかないわ。あ、そこの女、あの攻撃を食らってなぜ平気でいるんだ。それはね、これのおかげよ。でや。お、
なんだこの液体は口に入ったではないか。私特製の猛毒草ジュースだよ。腹下した。腹が身動きが取れ。こいつにもやっぱお腹痛いとかあるんだ。やっぱりいくら死なない魔物でもお腹は痛くなるんだね。こんな大きな魔物も身動きできなくなるくらいお腹が痛くなるなんて。猛毒草なんて恐ろしい草なんだ。確かに。くそくそー。よし、これでこの回は制圧かな。やったな。うん、それじゃあ次のフロアに行こう。このまま放っておいていいんだ。骨が落ちてる。何か持ってる。指輪。赤い首輪を手に入れた。これもしかしてあのワンちゃんのやつなんじゃない？ちょっと待つんだ。あ、みんな、みんな。お前たちすごいじゃないか。え、なになに？まさか猛毒草をデニブに使うとは、その発想はなかったよ。実は少しでも戦力になればと思い。何これ。何とかを組んでここまで来たのだ。富士のデネブはみんなが避けて通った相手だ。それを二人で倒すなんて。すごいぜ、光り輝いてるぜ。でもこいつら必殺技使えないんだよな。そんな、たまたまです。はっはっは、幻想しなくてもいいんだぜ。そうですよ。あなたの知恵で道を切り開いた。これは素晴らしい活躍です。そんなことないですよ。それにしても勇者さんたちがこんなに大勢来てくれるなんて。もしこの人数で魔王を倒しに行ってれば、魔王がいくら強くても全員の超必殺技は消しきれなかったかもしれないね。そうだな。でもエイン君には勇者さんたちから教えてもらった超必殺技がいっぱいあるもんね。もし魔王に超必殺技を忘れられても、別の超必殺技で倒しちゃおうよ。ああ、試してみる価値はありそうだ。うん、エイン君ならきっと魔王に対抗できるよ。ここにいる勇者さんたちはみんな超必殺。ここにいる勇者さんたちはみんな超必殺技を忘れられちゃってて、魔王とは戦えない。今魔王に勝てるかもしれない可能性を持っているのはエイン君だけなんだよ。私からもお願いします。どうか私たちの無念を晴らしてください。あなたたちは本当に素敵なパーティーですわね。お互いを信じ合って持てる力を何倍にも高めて巨悪に立ち向かおうとしている。私たちは全力であなたたちのサポートをいたしますわ。そんな照れちゃうな。めっちゃ可愛い。焦ってる。間違いない。君の名は語り継がれる。よろしければあなたの名前を教えてください。え、枝より弱い。それは魔王を倒してからにしようかな。おお、この絶望的な状況で魔王を倒すと宣言するなんてさすがですわ。本当だな、勇者の中の勇者だ。あはは、名前忘れちゃってんじゃないの、もしかして。それじゃあ次のフロアに行こっか。ああ、このフロアは誰もいないみたい。先に進もうか。そうだな。ってなるわけないよね。え、どうしたの？大丈夫？なんか壁みたいなものに弾き飛ばされて。もしかして魔物が作り出した結界？なんで女の子は行けたんだ？結界？大きくて強力なシールドみたいなもので敵の侵入を阻むの。
魔物の作った結界だから、私たちが触るとすごいダメージを受けちゃう。このままじゃ進めない。戻って対策を考えよう。ああ、わかった。君の名は、語り継がれる、か。それは、ないよ。どういうこと？何があったの？